タウザーは、スコットランドのクリーフ近郊にあるウイスキー蒸留所、グレンタレット蒸留所で飼われていたメスの猫である。世界一ネズミを取った猫として、ギネスブックに登録されたことで有名である。タウザーは、スコットランド最古の蒸留所と主張する、グレンタレット蒸留所のウイスキーキャットとして、活躍していた。ウイスキーキャットとは、主にネズミや鳥などの害獣から、 ウイスキーの原料である大麦を守るために蒸留所で飼われる猫の総称である。この習慣は他の蒸留所でも一般的なことであったが、タウザーはその生涯で28,899匹のネズミを捕獲し、ギネスブックに記録されたことによって一躍脚光を浴びることとなった。この28,899匹という記録の集計は、 タウザー自身による自己申告によるものである。もちろん、口頭で申告したわけではなく、タウザーはネズミを捕獲すると上流所のスタッフに店に来るという修正があったので、ある時期からスタッフがその数を書き留めるようになり、やがてそれは膨大な数となり、記録を始めた時点から数えて28,899匹となったのである。タウザーの誕生日は4月21日であり、 偶然にも女王エリザベス2世と同じ日であった。このことから1986年のタウザー23歳の誕生日には上流所のスタッフによってエリザベス女王の下へ同じ日に生まれたグレンタレット上流所ウィスキーキャットタウザーとタウザー名義でバースデーカードが送られた。これを受けたエリザベス女王は161歳の誕生日おめでとう。 との旨が記された返事を送った。グレンタレット上流所二代目ウイスキーキャットを継いだのは、アンバーという名の猫であるが、ネズミの捕獲に関してはさっぱりであるとのこと。衛生上の問題から、ウイスキーキャットへの規制が行われたことも伴い、上流所のマスコットとして上流所を訪れる人々に愛嬌を振りまいているとのことである。タウザーの死後、グレンタレット上流所には、 タウザーの銅像が建てられその偉業を称えている。ありがとうございます。